バナニャ、バナナに潜むニャンコはクーリアのキャラクターでバナナの皮を剥くと現れる猫。デザイナーは長野昭代。第一期は2016年7月から9月までテレタマンテレビにて放送された。ナレーションは恵比寿義和が担当。また、その恵比寿が以前在住していた埼玉県所沢市が制作協力としてクレジットされている。バナニャたちは とある所沢市内の民家でバナナに擬態して住み込む生き物とされ人がいない時にこっそり遊んだりいたずらしたりする様子をバナニャ研究者が観察する視点で展開する第2期バナニャ不思議な仲間たちは2019年10月から12月までテレビ東京系列金ダーテレビ火曜日枠にて放送されたナレーションは勇気かな 主人公を除くキャラクターと舞台設定が一新され、バナニャたちは地球からごく近くに位置する小さな星で誕生し生活している生き物となった。地球からは様々な品がニャがレボ星として飛来し、これらにバナニャたちがユニークな反応を示していく。また、バナニャたちのセリフはニャのみであり、キャラクターたちの声を当てたカジユウキは、 演じ分けなどが大変だったが普段とは異なる表現に挑戦できて楽しかったとビーズ・ログとのインタビューの中で話している。バナニア、不思議な仲間たちに関するカテゴリー。ありがとうございます。